アウクスブルクとは、西ドイツ海軍のフリゲートであり、ケルン級フリゲートの3番艦である。艦名は、バイエルン州第三の都市である、アウクスブルク市に由来し、この名を関するドイツ海軍艦艇としては2代目に相当する。アウクスブルクは、HC ストラッケンゾーンハンブルク造船所にて1958年10月29日に寄港し、 1959年8月15日の浸水式には当時のアウクスブルク市長クラウス・ミュラーとその妻アニー・ミュラーが出席しアウクスブルクと命名されたその後は偽装と試験公開を行った後の1962年4月7日に西ドイツ海軍に就役し他の姉妹艦と共に第2護衛艦船隊に配備されたアウクスブルクをはじめとするケルン級フリゲートは バルト海での作戦行動を前提に設計されており、米ソ全面戦争勃発時には、バルト海と北海を通って、北欧諸国への増援に向かう NATO 軍輸送船団を、ソ連海軍及び、ワルシャワ条約機構加盟国海軍の潜水艦から護衛することになっていた。アウクスブルクは収益後、北海やバルト海、北大西洋、地中海における NATO 軍の合同演習に多数参加してきたが、 新型のブレーメン級フリゲートの建造と収益が進められたこともあって1987年10月1日にアウクスブルクの運用終了が決定され、1988年3月30日に退役した。退役後のアウクスブルクの戦隊はビルヘルムスハーフェンの海軍交渉に保管された後にバーワーチューンサンターネクマンでバンズに売却され、 1989年11月17日にハンブルクへ栄光され、翌12月に解体された。第2号衛艦船隊の母港は、1958年2月1日の編成以来クックスハーフェンに置かれていたが、1968年にビルヘルムスハーフェンに移転。第2号衛艦船隊は1988年9月30日に解体され、残存の 海224リューベックと海225ブラウンシュバイクは翌10月1日に編成された第二フリゲート戦隊に転属となった。海軍交渉は連邦軍の兵器調達を担当する軍備範囲の管轄下にある。ありがとうございます。